こんにちは、トーマです。さあ今回なんですけど、もちろん新しいガチャ、妖怪学園Yガチャ、いきたいなと思います。先に言っておきましょう。闇の予感がする。今回の目玉は、ランク Z、ワイルドボーイ。まあ言ってた通りやね。Z ランク。しかもタップでデカップに。強い。強いね。まあこれはいいんやけどね。はい、ワイルドボーイ、これが今回一番の目玉かなと思います。まあこのワイルドボーイはねいいんだけどね、ガチャ中身ちょっと印つけておくけど、これよ。さっき言ったワイルドボーイが確率上がっているとはいえ 0.8、 さらに新しい妖怪ゴロミ、シシゴロミが 0.4、カズマブラックも 0.6 ということで、全部低くない？全部低いよね。何これ、全部出るまでガチャ潰し？そんな気までするが、俺は負けない。もちろんいつも通り全部出るまでいきたいなと思います。最後確認しようか。ブラックカズマ、シシゴロミボーイ、ブラックカズマ、シシゴロミボーイ、ブラックカズマ、シシゴロミボーイ、さあ行くぞ。はい、ということで行きましょう。 Y ポイント11万ポイント、多分250連。いやそれ確率下げてくるならさ、いやこっちも、いやこっちもちょっと多めにするさ。うん、延長戦はございません。最近調子いいからね、神引き目指したいなと思います。いきましょう。せーの、レバー1、ワイルドボーイバージョン。はい、いやもう正直ゴロミらへん、 SSS らへんを先に出したいよね。ただ 0.42 枚だからね、やっぱ闇大丈夫。これいきなり闇キュービー出たけど、ガチャが闇みたいなそういうのはない。さあ行きましょうか。トマトマ、ほらこれやばいよ、多分これ S ばっかりじゃない。まあどんどん行こうか。今回おはじきもさあれだよね、9回かな、ミストシャドウ。あの久々にプニやった人はさ、あれ7回じゃないのとか思うと思うけど、9回倒さなきゃいけないよ、あの本気おはじきのやつをね。9回倒してやっとミストシャドウをゲットで、チャレンジステージかながやっと挑戦できるようになるっていう。やっぱり赤からゴロミ、待ってゴロミ、えゴロったよ、これあるんじゃないの。 0.4 きたで、値はゴロミちゃんよ。えあるある、あとシシ出ればもう、いやまあまあでもそれでもまだ Z ランクとかも残っているが、え待って20連でありありあり、全然あり。はい、あと4つゴロってきたよ。今回はなんかでもあれかな、追加ガチャもないです。最近あるけどね、今回はない。だからもう最初から全部出てるっていう感じ時間の、あれこれもしかして揃っちゃうやつ、なんかいける気がしてきた。ここで1個、これはマジである、マジである。違うマジで、くむ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 、よく覚えてたね、よく覚えてた、自分を褒めたい。前の動画でも言ったけど、今回もお助けはやるからね。まあ、ただ9回倒さないといけないからね、まあ、大変だけど、まあいつも通りの人数ぐらいはやりたいなと思います。青多いな、青、まあ、100連いったら金タップかな、まあ、金率は龍介だ、久々に見た龍介だ。金がピース、しかもこれエジソンだよね、俺があまり好きではないエジソンなんだ。これエジソンだよね。くー、でもさ
そう、ほらパスも 0.5 でしょ。そうパスと思うわ。パスと思えば全然出る。だってパスが3枚4枚出ることっていっぱいあるから、そう考えるとあるとプラスに捉えていく。金はいいわ。金はそろそろまだちょっとゴロ目で喜んだのをちょっと返してほしくなってきたが、ここででも1個ぐらい来ればしばらくしばらく行きましょう。金頼む。オリジンだ、リュウスケ闇キュービー、ブラックカズマ、シシゴロミボーイ、ブラックカズマ、シシゴロミボーイ、これはまさか。ワイルドボーイ欲しいな。いやマジで金良くない？大体2か3あるよね。中身はあれだけど、だってゴロミ赤だし、マジ金とは、金とは何なんだ。下から行きましょう。金とは青龍3体目じゃない。ペース、これコロンブスだよね。ワルノリ、やっぱりさパスは 0.5 じゃないわ。もうパス終わっちゃったもんこれ。100連難しい。いや250連で始めたから100連が難しいな。まあ適当でいくか。あー金渋くなってきた。もう金タップでいいかな。ちょっといやもうこれ金とはじゃない、これ赤の方が出るくない。まあゴロミだけだけどさ、リアクション、あでも新しいの出てきた。さっきのもコロンブスだもんね。コロンブスリアクション新しいの出てきたから、あ鬼雲新しいの出てきた。新しいの早く早く早く、今来てる、今新しいゾーン来てる、新しいゾーン、新しいゾーン来てる。急げ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 、まあ7万6万ぐらいだよね。6万ぐらいまでいけばもう金タップ、6万ぐらいまでいけば金タップ。今新しいの来てる。オッケー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 、みんな引いた。いやいきなりだけどみんな引いた。いやこれもう下手したら50連とか引いても1個も出ませんでしたとか全然あるで。いや俺も今実際ゴロミしか出てないしね、言うてと言ってたらと言ってたら、ボーイ来るか？ワイルド？違う。一番外れだよね、多分。ビッグブラック。これ確か特殊能力もしょぼかった気がする。まあまあいいでしょう。まあ 0.6 だからね。ブルルルル。あと3つか。あと3つか。カズマぐらいいないかな、カズマぐらい。違うんだよな、鬼釜なんだよな。頼む頼む頼む、1個は欲しい1個は欲しい、お願いします。90連目、違う、出た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 、やばい、ここで無駄にかぶっていく。イズナーじゃないこれ、これイズナーだよね。はい100連目ですね、赤タップラストということで、どう？いやどう、ゴロミとブラック、ゴロミとブラックか。まあ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 、最低限か。まあ2個出たから。ただやっぱこれ200連とかじゃこれ出なくない？出ない気がすんな。100連目いきましょう。にょっ、金タップゾーン突入。あと誰？カズマ？もう忘れたわ。カズマ、シシ。ワイルドボーイか。カズマ、シシ、ワイルドボーイ。カズマ、シシ、ワイルドボーイ。全部違う。全部違う。いやーマジ。ビッグブラックかぶってくな。カズマ、シシ、ボーイ。カズマ、シシ、ボーイ。カズマ。そろそろマジでボーイは出ていい。ワイルドボーイは出てもいい。え、ちょ、マジ、デニー、くわー、やばい、やばい気がしてきた。久々延長戦やつか、これ。いや、でもやっぱ確率的にきついよな。ただ、ちょっとワイルドボーイ出てないのが、金がしょぼくなってきた。ニャステと出た。パス、計3枚目。やばい。やばい。
よし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 、そろそろ来てもいい、イズナ、そろそろ。で、ちょっとイズナと似てるけど、え、これやばいやつ、これやばいやつでしょ、これ残り110連ですね。これはまさか出る気しないんだけど、いやこれもういや最初ゴロミ出たの結構奇跡に近いわ。え、もうこれ出る気しないんだけど、マジ。ちょっと何も出なすぎて眠くなってきたわ。ちょっと頼む、そろそろ。なんか久々に見たよっていうか初めてじゃない、赤きかの。行きましょう、3、2、1、GO。 何を喋ろう、シシゴロミボーイ、カズマカズマカズマシシボーイ、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 カズマシシシシシシ、お、あるある、 0.42 個出た。ちょっとごめん、頭おかしくなってたわ。ちょっと自分で何やってるんだろうなって思ってた。うん、カズマボーイ、カズマボーイが残る、そこ残る。いや 0.4 のこれ SSS が残ると思ってたわ。いないね、いません。ワイルドカズマ、ワイルドカズマ、それでいこう。ワイルドカズマ、ワイルドカズマ、ワイルド、ワイルドカズマ、ワイルド、違う、ワイルド、違う、クメクメクメ。もう何やってんだよマジ、これ無理じゃない。でも人平です。え、終わるんだけど、終わるんだけど、え、マジ、え、てか Z ランク出ないんだけど、これはまさか Z ランクが出ないんだが、これでカズマボーイ終わりましょう。まあ無理だよね、まあ無理なのし。二択、どっちだ、カズマボーイ。あるで、これこれあるで。いや、アニメでもこれ見たけど、やっぱ見た目いいよね、俺好きだったんだよね。見えてきたぞ、オッケー、見て遊ぼうぜ。最後に残ったのはまさかのカズマ、すべてを開けるで。あ、惜しい、惜しくはないけど別に。獅子2体目、え、あと何連、あと何連、あと50連だ。あ、じゃあちょうど200連でワイルドボーイ出たわ。ちょうど200連で出た。え、待って、これいけるくらい、だってあとカズマでしょ、カズマ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 を求めて。カズマいるの、いるとかじゃないか、え、多分そんないらないよね、そんないらない気がするんだけど。え、じゃあシシ、シシ3体目、くっそー、カズマよ。カズマはブラックアーミー、あー、おはじきバトルでダメージアップか。いるわ、カズマいるわ、俺にはいる。だってお助けもやんなきゃいけないし、自分でもやんなきゃいけないし、まあ、自分のは最悪どうでもいいとしてもお助けでいるわ。あと30連、カズマ、カズマ、いける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 、みんなのためにカズマ。あ、ちょ、出てくれ、いや、金さんが最高だね。カズマ違う、カズマ違う、カズマ、カズマ。え、てか意外とさ、え、ゴロミとさ、シシ、出るね。まあ、たまたまだろうけど。まあ、あと20連なんだけどさ、意外と出たね。やっぱあのさ、ごめん、全然話変わるけど、あの、コマミも 0.4 やったやん。あれ出にくかったよね。まあいいわ。そんなことはどうでもよかったわ。え、ま
技レベル上げるの忘れてた。もうそれどころじゃなかったもん。えっていうかカズマ以外さ2体ぐらい出てない全て。頼む頼むカズマ、ラスト10連頼む。カズマいけー、頼むカズマ、カズマ、くわー、全てを開けるカズマ。ゴロミカズマ、カズマ、どうしてだよ。あ、もう始まってますよ。あー、そうかそうか。おい、無限ワイプ、おじさん。カズマ、カズマよ。それカズマ。出ろや。君 SS やろ？前は。おじさんがな、出してるからな。行くぞー。うい、えい。あ、久しぶりです。3ヶ月ぶりぐらいちゃうか。全然わしの出番最近なかったからな。まさか、カズまで出ると思わんかった。誰やこれ、ゴロミか。まさかカズまで登場。天狗するとは思わんかったわな。ああ、わしもな、妖怪学園 Y 最近見てます。はい、いろいろな勉強をしとるから、ああ、カズマ出したいと思うわ。ああ、そろそろトーマと違ってな、ちゃんと技レベル上げとう。あたりやはりさすがわしやな。うん、必殺 G に変わるからな。あと100連やな。これしんどくなってくるから100連やね。今日はちょっと多いけどな、あのセールやったからな。120連やおまけや。ベースカズマよ、いつまで出ないんやカズマ。わし40連目。カズマよ、カズマ、おい、これが無限ワイプおじさんの力。カズマよ、いい加減にしてくれへんか。カズマよ、カズマ、カズマ、カズマよ今のブラックなんじゃらと一緒じゃんけ。カズマ、カズマ、カズマよ、これはやばいぞ。金60、カズマを探そかい。天狗じゃい、カズマよ、カズマよ、団子三兄弟残してカズマよ。これが無限ワイプおじさんの力じゃい。はい、ってことで、出たね。出たわ。300連ぐらいしたかな。でもなんかあれだね、結構ワイルドボーイもだから3体でしょ。ゴロミも3体ぐらい出たよね。これすげえな、金3つ。全てをあげる。うん、オッケー。ワイポイント残りが27000やから、延長戦60連か。
だから310連やね。310連コンプリートということで、まあどうなん、どうなん、微妙な結果。ビッグブラックおはじき技でダメージアップ。その顔どきな、あたいが行く。ほら、このビッグブラック一番外れでしょ。おはじきでないもんね。おはじきで特殊能力ないやつ。いや、それはさすがにモノマネできないわ。はい、獅子王おはじきバトル。仕留める。ワイルドボーイ、これワイルドボーイいなきゃ多分チャレンジステージはクリアできないやつだよね、おそらく。え、なんかあれじゃない、キッドと一緒じゃない、イッショータイム。キッドに似てたわ。カズマ、最後まで出てくれなかったカズマですね。ということで、皆さんの方結果どうでしたでしょうか。今回もコメント欄で楽しみにしてるんで、ぜひ書いてみてください。310連で全部出たということで、まあよかったでしょう、そういうことにしとこう。今日も一本動画あげたいと思います。チャンネル登録してぜひ2本目の動画待っていてください。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ。